聞いてくださいね。自信を確信にするプロセスがきっと力になって、次の技を身につけるステージへ。惜しいやけど精神論な気合は当然、綺麗にスピードの差も肝心に。修理工が多すぎないか先輩、ちょっと疲れました。強くなれば世界は変わる。誰が先を大事なんだね。超人的な高さも売りよ、ちょっとがちょっとじゃ倒れない。ほら自信を企業で埋めるプラクティスがきっと力になって、心の目で善悪が見えてくる。見てない猫の子かも舐めてきた、ちょっと余裕じゃんね。もっと手強い相手を出してみて、膝とオーブ上段下段と蹴りで崩して、左抜き手で追いのしちょうだい。必殺キックが効かないなんてこいつちょっと強すぎじゃね。だから毎日修行だぜ。ミックでワンツースリーフォーファイシックセブンエイト、朝から晩まで修行したんで、修人様ら任せてちょうだい。最低加減なしだぜ、すでに進行め逆気も任せずし、誰が先を返しのんだんで、超人的な高さも売りよ、そろそろ覚悟してくださいね。